アイテム番号 SCP-539JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル SCP-539JP は現在サイト81内に黒の遮光シートを被せた状態で収容してください。また1ヶ月に1回 D クラス職員を投入し SCP-539JP 影響範囲の拡大を防いでください。またカバーストーリー、老朽化による撤去、オルフ氏、SCP-539JP が撤去されたことを不自然に思わせないようにしてください。説明 SCP-539JP は、県、市、岬2900年から存在する灯台です。建造された当初は異常性はなかったと見られます。調査の結果使用されている素材に異常性は確認できませんでした。SCP-539JP は200年頃から、喋りかけてくる灯台、として都市伝説として伝わり始めたものを不審に感じたエージェントにより発見され、現在に至ります。SCP-539JP は SCP-539JP から、30メートル以内に人、以下対象括弧閉じが存在している場合活性化します。SCP-539JP は対象に対して未知の方法で会話を試みます。現在までに SCP-539JP から発生機能は確認されていません。多くの場合 SCP-539JP の声は対象の、最も親しい人物の声、だと認識されます。実験記録参照括弧閉じ。対象が何か悩みなどを抱えていた場合、SCP-539JP は対象に相談に乗る、対象の話に共感する、慰める等の行為を行うことが確認されています。またこのようにして SCP-539JP と会話した対象は、接触以前のうつ症状などが劇的に改善されることが確認されています。それ以外の悩みがない人物には、世間話をするなどの対応を取ることが確認されています。一連の会話を行った後対象は SCP-539JP は自身の一番の理解者である、自身の一番親しい人物である、と認知するようになります。インタビュー記録参照括弧閉じ。SCP-539JP のもう一つの異常性は SCP-539JP の上部に設置されている光源の光を対象が30秒以上視認した際に発動します。この光は日本時間21時から6時の間電力が供給されていなくても点灯します。なぜ点灯するのかについては現在調査が進められています。認識した対象は瞬間的に通常より多くオキシトシンやセロトニン等の物質を分泌することが確認されています。これにより対象は幸せだ、幸福だと感じます。しかしこの効果は一時的なものであり、最短2分、最長でも13分でした括弧閉じその効果が切れた対象はもう一度 SCP-539JP を見ようとします。さらにこの際対象には、SCP-539JP から離れたくない、という欲求が現れることが確認されています。これは記憶処理でも取り除くことは不可能です。SCP-539JP 実験記録。実験記録 539JP、い、日付2000年、月、日。対象 D、528,873軽度のうつ症状括弧閉じ。実施方法 SCP-539JP と会話させる。結果 SCP-539JP と17分の会話。会話内容は自身の夢、将来についてだった。SCP-539JP は中年男性と思われる声を発した。直後の診察でうつ症状が改善されてることが判明しました。分析やはり話のテーマは、悩み事、のようです。実験記録 539JP、ロ、日付2000年、月、日。対象 D、528,740重度のうつ症状を持っており、現在休職中。括弧閉じ。実施方法 SCP-539JP と会話させる。結果 SCP-539JP と43分の会話。会話内容は自身の父親が亡くなったことについてであった。その際 SCP-539JP の発した声は中年女性と見られるものであった。直後の診察の結果うつ症状が完全に治っていることが確認され、現在は職務に復帰している。分析どれだけ症状が進行していようと症状は治るようです。なぜ治るのかについてさらなる調査が必要です。実験記録 539JP は、日付2000年、月、日。対象、研究員。実施方法 SCP-539JP と会話する。
結果、研究員は SCP-539-JP と5分間の会話を行った。会話内容は好きな食べ物について。実験終了後の検査で対象には何も変化はありませんでした。分析悩みを持っていない人物には何も起きないようです。D-52-88-74 インタビュー記録。対象 D-52-88-74。インタビュアー、博士。博士 D-52-88-74。インタビューを開始します。D-52-88-74 あー先生か、ちょうどよかった。また俺の母さんに会わせてくれよ。対象の母親は、年前に死亡している。かっこ閉じ。博士落ち着いてください D-52-88-74。あなたの母親はもういませんよ。D-52-88-74 嘘をつくな。あそこの灯台、あそこには確かに母さんがいた。あの声は母さんなんだよ。D-52-88-74 お願いだ。一回でいい。もう一度だけ母さんに会わせてくれ。でないと俺。博士、インタビューを終了します。終了報告書 D-52-88-74 が再度 SCP-539-JP に接触することは却下されました。SCP-539-JP インタビュー記録。対象 SCP-539-JP。インタビュアー、博士。博士今晩は SCP-539-JP。SCP-539-JP どうも先生、こんばんは。博士簡単なインタビューを行います。SCP-539-JP わかりました。博士まず SCP-539-JP。あなたはなぜ喋れてさらに他人、それも悩んでいる人たちと積極的に会話を行おうと思うのですか？ SCP-539-JP、それはですね、先生。SCP-539-JP 私は、東大です。東大の仕事は何か知っていますか？博士船が場所を判別するための目標、でしたっけ？ SCP-539-JP 映像です。ある日気づいたら私は喋れるようになっていました。その時私は思ったんです。SCP-539-JP 何も船の目標となり、船を目的地まで届けることが私の仕事じゃないと。この明かりで迷ったり悩んでいる人の未来を照らすのも私の仕事なんじゃないかと思ったんです。博士ありがとうございます。ではこれでインタビューを終了します。終了報告書あくまでも善意のようです。ホイ SCP-539-JP と会話を行いうつ症状などが改善した人物の職務効率が以前と比べ大幅に下がりました。対象へのインタビューを受け今後 SCP-539-JP を使用した実験は凍結されます。SCP-539-JP を用いた実験凍結から1ヶ月のちに SCP-539-JP の影響範囲が拡大していることが確認されました。またその期間中不定期に SCP-539-JP がモールス信号を発生させていたことが確認されています。以下信号内容です。誰もいない寂しい誰かともっと喋りたい。これを受け特別収容プロトコルの変更が行われました。